菅沢ダムは、鳥取県日野郡日南町、一級河川、日野川、水系院賀川に建設されたダム。高さ73.5メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、灌外、工業用水道、発電を目的とする、国土交通省直轄の多目的ダムである。ダム湖の名は、日南湖という、鳥取県西部を流れる日野川は、 中国山地に橋を発し、日本湾へと注ぐ、鳥取県最大の河川である。流域には、県内有数の国草地帯があり、また水力発電による工業化も進められてきた一方で、農業、工業用水の不足や、洪水の頻発といった課題が生じていた。1961年以降、国直轄による河川改修事業が実施されることとなり、治水、 利水奏法の目的から、菅沢ダムの建設が計画された。建設地点は、支流の因果川で、ダムの目的は次の通りである。1959年4月1日、建設省による調査が開始され、1962年4月1日に、菅沢ダム調査事務所が、1964年4月1日には、菅沢ダム工事事務所が設置された。 同年7月21日に道路の付け替え工事が着工され、10月15日にダム建設工事が起工、1965年5月25日にダム本体工事が着手となった。その間、地元では菅沢ダム対策協議会を結成、移住先の圧旋といった保障が提示され、1966年3月20日に集団移住を完了した。 同年4月8日よりコンクリートの打折を開始し5月27日に低組織を1967年11月30日には淡水式を行い1968年3月31日に竣工。竣工式は同年5月27日に開催され10月1日から管理所を設置して運用開始となった1979年に ダム周辺環境整備事業が2005年1月にはダム管理庁舎建て替え工事の低組織を行っている。また、近似式取水設備の老朽化に伴い、新しい円形多段式選択取水設備及び小規模放流管の設置工事が2007年度より進められ、2013年春に運用開始となった。周辺には菅沢神社や聖滝などの観光スポットがあり、 大宮地区は、因果港の発祥の地である。最寄りの JR 博備線、生山駅から自動車で約10分。米子市中心市街地からは、自動車で約40分である。ありがとうございます。